スイッチの例開閉器は電力回路、電力機器の正常動作時の電路を開閉する電力機器である。スイッチとも言う。汎用的には電力回路、電力機器に用いる大型のものを開閉器、電子機器に用いる小型のものをスイッチと呼ぶことが多い。電気回路をつなげるような開閉器の動作を入れる、オンする、閉じる、投入する、クローズという。逆に、 電気回路を断ち切るような開閉機の動作を、切る、オフする、開く、開放する、オープンという。高圧交流不可開閉器低圧交流不可開閉器、高圧直流不可開閉器低圧、直流不可開閉器スイッチギア解放型、閉鎖型問わず開閉機ユニットのことをスイッチギアというが、日本においては特に金属箱に収めた開閉装置のことをスイッチギアと呼んでいる。 配電用それぞれに、片切れスイッチ、両切りスイッチがある。片切れスイッチは、負荷につながる2本の電源線の打ち片方法を開閉するものであり、日本の屋内配電で一般的に使用される。内線規定では、必ず電源の電圧側極に挿入することと定められている。両切りスイッチは、負荷につながる2本の電源線を両方同時に開閉するものであり、 商用電源電圧が 200V を超えるヨーロッパの屋内配電で利用されるほか、日本の屋内配電では、浴室や洗面所など、湿気の多い場所の負荷を開閉するスイッチや、オフィスの 200V 照明回路などに使用することが推奨されている。他に、端子0と端子1、端子0と端子2の接続を切り替える、酸素時スイッチ、端子1と端子3、 端子2と端子4、端子1と端子4、端子2と端子3の接続を切り替える、素字スイッチがある。電子機器用。ありがとうございます。